では、5番の文法に進みます。しかです。名詞の後につけます。しかと N5 コースで学習しただけは限定を表す助詞です。しか、だけ、ともに同じ意味です。しかし、しかは必ず 否定形と一緒に使いますではこちらの例を見てみましょう。私は日本語しか話せないです。私は日本語だけ話せます。しかのあとは必ず否定です。だけす。 のあとは肯定と否定両方がつけられます。では他の例も見てみましょう。一緒に読みましょう。一待つしかない。二この仕事は山田さんしか できないです。三、冷蔵庫にリンゴは一つしかない。続いては。 6番の文法を見てみましょうまだプラス肯定文です N 5コースで勉強したまだプラス否定文はある状態になっていない様を表します英語で not yet という意味です今回のまだプラス肯定文は3つの使い方があります 一つ目は、前からの状態がその時まで続いているということを指します。英語で、still という意味です。二つ目は、期待されるべき状態になっていないことを表します。英語で、still as of yet という意味です。三つ目は、残りがある様、さらにあることを指します。 英語で more, besides という意味ですではそれぞれの例文を見てみましょう一緒に読みましょう1雪がまだ降っています 2.9月に海外旅行に行きます今はまだ3月です 3. 冷蔵庫の中にリンゴがまだ 五つありますまだプラス肯定文の意味は具体的な状況を見て判断しましょうみなさんいかがでしたか以上第六課の文法でした 自動詞と他動詞を理解して、正しく使い分けましょうね。また、得た情報を他人に伝える伝聞の用法も覚えましょう。